どうも、シュータです。さあ、今回は6月17日木曜日登場のバイエルンアイコニックガチャについて解説していこうかなと思います。まあ、今回はリザラズ、シャビアロンソ、それからルンメニゲの3選手の登場ということで、まあ、ルンメニゲの復刻はかなり熱いですね。まあ、3名ともしっかり解説していくので、よかったら最後まで見ていってください。で、評価はいつも通りこんな感じとなっております。まあ、あくまでゲーム内での評価ですし、僕の独断と偏見で決めておりますので、そこら辺ご理解ください。それでは早速やっていきましょう。はい、まず1人目はビセンテ・リザラズということで、左サイドバックの攻撃的サイドバックの選手ですね。まあ、身長169センチの左利きでレメオソゴチが92ということで、まあ、真ん中がアイコニックの能力値なんですが、まあ、パスとドリブルはしっかりできるっていう感じかな。でスピシュンも88、92とそこそこある感じで、フィジコンボディコンが75、91ということで、まあ、フィジカル部分はちょっと物足りないかな。でスタミナは97と非常にいいですね。で守備能力も全て75を超えてて、逆足12のコンディションで8、まあ、逆足1はサイドバックなら別に気にならないかなとは思います。まあ、スキルにダブルタッチとか持ってたり、まあ、インターセプトとかピンポイントクロスとかを持ってるので、まあ、スキルだけ見ると非常に優秀には見えるんですが、まあ、やっぱり身長は169センチっていうところは僕はいただけないのかなと思います。まあ、もちろん攻撃的サイドバックの AI っていうのもあまりいい動きはしてくれないですし、守備陣にねあまり貢献してくれない印象がありますし、この低身長×フィジコンが75っていうのはもうぶっちゃけねゴリゴリのフォワードの選手とかに対応できないので、まああまり狙わなくてもいい選手なのかなと僕は思ってます。まあ、5バックなら攻撃的サイドバックいいよっていつも言ってますが、まあ無理してこの選手は使わなくてもいいかなっていう感じですね。はい、じゃあ次シャビアロンソですね。バイエルン版のシャビアロンソということで、まあ今回リバプールとの比較を持ってきたんですが、まあ身長183センチのレベマソゴチ94、今、まあ、左がリバプールで真ん中がバイエルンのレベマですね。まあドリブル系の能力はそこそこっていう感じで、まあパスは相変わらず上手いですね。フライパスなんて乾燥しますし、まあスピシュンはやっぱり低いですね。でリバプールと比べても瞬発が6ぐらい落ちてるので、ここはかなり痛いのかなと思います。でキック力は逆に3上昇ですね。でフィジコン83、ボディコン78ということで、まあここのフィジコンボディコンはそこそこいいのかなと思うんですが、スタミナが84ということで、ぶっちゃけこのスタミナで中盤はやっていけないですね。まあ中盤というかもう左サイドバックとかもできるんで、そこでの起用もありなんじゃないですか。ワンタッチパス、スルーパス持ってるし、結構良さそうじゃないですかっていう人もいるとは思いますが、いやもうスタミナ84はぶっちゃけもう厳しいです。でまあ守備能力そこそこで、逆足23のコンディション程度7で、まあスキルはシュート系のスキルとかも優秀ですね。ドロップミドルとかも持ってますし、でワンタッチパススルーパス持ってて、低弾道ロブバックスピンロブとかも持ってると。でまあ闘争心も持ってるということで、まあスタミナがもうちょっとあって、なおかつ闘争心っていうのが一番理想だったんですが、まあ、このスタミナだと闘争心あってもなっていう感じはしますね。まあ、僕が DMF でプレイメーカーとか発動させて使うなら、まあ、リバプールの方使うかなっていう感じはしますね。使用感としては、リバプールの方使ってる分には全然悪くないんですが、まあ、やっぱりスタミナの部分考えて、まあ、そんなに狙わなくてもいい選手なんじゃないかなと思います。でも左サイドバックとか CF は、リバプールのアイコニックの方だとできないポジションなので、まあ、そこは魅力かなとは思います。はい、ではラスト、カール・ハインツ・ルンメニゲ選手ということで、まあ、最強ラインブレーカーですね。身長182センチのレベマ総合値98で、まあ真ん中がアイコニックのレベマなんですが、オフェンスセンス95で、ボルコン95、ドリブル94、ボールキープ95で、まあパスはちょっとあんまりかな。でまあ決定力96で、スピード97、瞬発95で、キック力が97。まあ今回左の能力値がレジェンドになってるんですけれども、まあ前回アイコニックと比べても、まあ、瞬発力が確か95乗らなかったので、まあそこはかなりいいポイントかなと思います。まあキック力とかも97あって、まあスピードも補正かけたらカンストするっていう感じですね。でフィジコン86のボディコン82で、逆足34のコンディション程度7で、まあラインブレーカーで、あとスキルにダブルタッチ、コントロールカーブ、ミドルライジング、ワンタッチシュート、アウトスピンキックなど、まあ優秀なスキルかなり持ってます。まあ圧倒的に最強のラインブレーカーですね。もう本当に使われて一番嫌かなって思います。まあラッシュフォードとかと比べると、ゴリゴリ加減はラッシュフォードの方が強いのかなと思うんですが、まあ、やっぱダブルタッチ使えたりドリブルのしやすさっていう面はルンメニゲの方が全然あると思うので、まあ、前回のアイコニックを持ってる方に関してはコインに余裕があるならぜひ乗り換えてほしい選手だと思いますし、まあ、コインに余裕がないなら、まあ、前回の方でも全然強いので乗り換えなくてもいいのかなと思います。で、まあ、持ってない人に関してはもうマジで狙うべきですね。他の CS であったりナショナルセレクション、または週刊 FP を我慢してでもルンメニゲを狙いに行く価値は全然あるのかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんでルンメニゲの方を狙っていきましょう。もう今回はルンメニゲが
チャですね。 CFST、OMF どこでも最強だと思います。はい、それでは今回ここでですね、バイエルのアイコニックガチャの解説終わっていこうと思いますが、いかがでしたでしょうか。まあ先ほども言った通り、本当に今回はルンメニゲガチャなので、まあルンメニゲだけを狙って引いていただきたいなと思います。ルンメニゲ出たら本当に撤退でいいと思いますね。バイエルン補正使いますって方もシャビアロンソとリザラズに関しては狙わなくてもいいのかなと思ってるので、まあとにかくですね、旧ルンメニゲしか持ってないです、いやもうルンメニゲ持ってないですっていう人に関しては、もう新ルンメニゲがっちり狙っていきましょう。はい、それでは今回ここで動画の方終わっていきたいと思います。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。